はい、皆さんおはようございます、こんにちは、あるいはこんばんは。平健です。今日ご紹介いたしますこの腕時計はですね、オリエントのバンビーノバージョン2です。すごくこれ安いんですけどね、かっこいいですね。オリエントバンビーノの中でもで、バージョン2のこのクリーム色の文字盤というのが、まあ最も人気のあるシリーズですね。現在バージョン5まで出ているようですけども、このバージョン1からバージョン5まで今同時に販売、継続されているようです。オリエントっていうのはですね、まあセイコーやシチズンやカシオ、そういった三大時計メーカー、日本のね、そういう三大時計メーカーの中にあって、まあオリエントっていうのは、まあ比較的ちょっとマイナーなイメージありますけどね、もともと明治34年に吉田正五郎という方がね、吉田時計店っていうのを、設立しまして、それが、今のこのオリエントの前身となっているそうです。で、まあいろいろありまして、昭和27年、オリエント時計株式会社、これが設立されました。で、昭和59年にエプソンと合弁となりました。で、平成9年、エプソンが筆頭株主となり、で、平成13年にはまあエプソンが完全に親会社となったわけです。エプソンと言いましてもね、エプソンを、まあ、正式に言いますと、セイコーエプソンなんですね。これ、面白いことに、セイコーエプソンは、セイコーの子会社ではないんです。まあ、厳密に言いますと、セイコー創業者、服部金太郎の次男の個人、および一族の資産管理会社が大株主となっているのが、セイコーエプソンです。現在はね、その、セイコーエプソンの、子会社として、オリエントがね、まあ、なんとか頑張って、ブランドが潰れずに残っています。で、現在は、オリエントとオリエントスターというラインナップで、腕時計が販売されています。で、オリエントスターの方が高級ラインですね。で、このバンビーノと言われる、これはですね、オリエントのシリーズです。で、海外なんかではね、150ドルぐらいで売られてます。実際私はこれ、16,800 円でしたかね。で、買いました。そうですね、16,800 円。で、これはですね、正式名、バンビーノというのはね、アメリカなんかで呼ばれてるんですけど、正式名は、オリエントメカニカルクラシックウォッチというものです。で、先ほども言いましたけどね、バージョン1からバージョン5まであるんですが、本当にこの今、私が手に持っている、バージョン2のクリーム色。これがもう大人気で、海外でもすごく高い評価を得ていますね。なんと言っても安い。150ドルですからね。そして精度も高いですし、耐久性もある。キャリパーが F6724 というね、自動巻き。手巻きも可能です。で、ハック機能までついていると。なんと言ってもこのクラシカルなデザインですね。そしてエレガントなデザイン。ドレッシーなデザイン。で、このバージョン2がね、ローマ数字なんです。まあ、これだけがローマ数字です。で、よく見るとね、5分間隔にアラビア数字のミニッツトラックが入っています。ケース径は 40.5 ミリ、厚さがですね、11.8 ミリですね。側面はサテン仕上げで、ベゼルはポリッシュ仕上げとなっています。で、ラグ幅ですね。ラグトゥーラグ。
これが 46.8mm。で、このラグの幅、ベルトのね、ちょうどここですけども、これが 21mm です。で、パワーリザーブが40時間。まあもちろんステンレスケースで、3気圧防水。で、風防は、クリスタルガラス。で、このね、ドーム型のね、クリスタルガラスでね、こうね、丸みを帯びています。ボンベダイヤルなんていうね、言い方されてます。これがまたこう、クラシカルなイメージにぴったりです。で、このクリーム色の文字盤に、ローマ数字のこのインデックスがね、まあ、ゴールドで入ってるんですね。そして、針。単針、長針、そして秒針。これがですね、まあ、ちょっと今映像では分かりにくいかもしれませんが、これブルーなんです。これはとってもこうね、映えますね。綺麗です。で、まあ、機械式のね、入門機としてよく言われますけど、これも本当に入門機というかもうこれでいいじゃないかと思えますね。まあ、非常に安い時計ですけども、これだけの仕上がり、これだけのこの質感、本当にすごいと思うんですけど、まあ、欠点いくつか挙げますとね、この31の日付表示ですね、これが小さいんです。これがとても小さい。まあね、こういうヴィンテージ風のスタイルの時計が好きなね。まあ我々のような中年以降の人間にとっては非常に見にくい。そしてですね、まあ何と言ってもこの時計の、まあこれは欠点と言っていいのかどうかわかんないですけど、ベルト幅です。ベルト幅が21ミリなんです。ですからね、まあ大体こう、汎用性の効く20ミリよりね、若干大きいんですね。だから、こう、ベルトを自由に変えるっていうことが難しい。そして、このベルト自体も非常に硬いんですよね。まあまあ、皿で買うとね、非常に硬いので、使い続けるとだんだん馴染んでくるのかもしれませんけど、まあ、それにしても硬いベルトですね。非常に硬いベルトです。で、まあ、このオリエントはね、海外の時計愛好家にもうすごくリスペクトされています。まあ、安物つけてるなんてね、ちょっと、躊躇する方もいるかもしれませんけど、まあ、実際そうではなくてですね、非常にリスペクトされています。で、海外ではね、本当に、価格以上、常に価格が、まあ、実際のこのものよりも下回ってるとよく言われます。でですね、まあ、そうですね、まあ、価格相応とか価格以下とかね、言いますけど、まあ、これは本当に価格以上の品質とよく言われていますね。素晴らしい時計ですね。まあ、これほど、見栄えのいい時計ってなかなかこの値段ではないですよね。絶対にこんな1万5000円ほど150ドルで買えるなんて誰も思わないです。で、まあバージョン1からバージョン5までのね、ちょっと特徴をちょっとお伝えしますけども、バージョン1はですね、このリューズのところにね、この横にオリエントのロゴがあるんです。そしてこのインデックスがですね、三角形のね、トライアングルインデックスとなっています。そして、バージョン2。これがもうバージョン2ですけどね。まあ、シリーズの中でこれが唯一のローマ数字のインデックスです。で、リューズがね、これがオニオン型ですね。オニオン型となっています。これがまたこう、クラシカルなイメージをね、印象を深めてくれています。バージョン3はですね、文字盤が三連仕上げで、それが非常に印象的な、綺麗な腕時計になってますね。で、インデックスはバーインデックスです。
で、バージョン4はですね、いろいろなカラーダイヤル。まあ、文字盤がね、いろんな色で展開されていまして、秒針の先がね、赤いアクセントが入ってるんです。で、インデックスもですね、一見トライアングルインデックスのようなね、まあ、三角形のインデックスかなと思うんですが、よーく見ると、ティアドロップ型のインデックスになっています。それがバージョン4の特徴ですね。で、バージョン5はですね、これはアラビア文字のインデックスになってますね。そして何と言ってもバージョン5の特徴は裏蓋がスケルトンになっています。まあ、それ以外はね、このバージョン2も含めて裏蓋はね、こういう形なんですけども、バージョン5が初めて裏蓋をスケルトンにした。そういうモデルですね。で、これだけね、バージョン1から5まで、モデルがどんどん変遷してきているにもかかわらず、バージョン1もバージョン5もずーっとね、未だに並行して販売されているんです。ですから、まあ、消費者としては、自分の好きな、このモデルをですね、選択することが、新品でできるということです。で、安いのでね、コレクションするっていうのもね、面白いかもしれませんね。リストショットです。じゃん。まあ、ご多分に漏れず、置いてある時よりも腕に装着するとなおかっこいいですよね。非常に様になる。この時計はかっこいいですね。ベルトはね、茶系のベルトです。すごく、ヴィンテージ感がありますね。さあ、今日ご紹介しましたのは、オリエントのバンビーノバージョン2となります。今日も最後までご視聴、ご清聴ありがとうございました。